ご利用者の皆様、そして職員も今日の日をとても楽しみにしておりました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。心。
ど、あの男2人組、兄弟でやってます。なんかその方がなんか自然なね、自然な感じがするんで、最近どこ行っても男2人組っていう形でやらさせていただいてるんですけど、そうすると会場の人の割合に納得して、こうあれなんで、いずれね、分かることもあったと思うんですけど。一緒に歌ってくれてもいいですからね。多分黙って聴いてると、聴いてるだけだと多分ストレスが止まっちゃいましたね。知っていたら一緒に歌ってもらえると。では次は春の歌で、北国の春。Thank you.
さあ皆さん、お昼食べた後で眠くならないですか？私もさっきですね、栃木市の運動公園に行ってですね、ちょっと芝生の上で練習をしてまして、でお腹が空いたんでほっかほか弁当、唐揚げ弁当を食べたんですけど、今もう眠くて、すいませんね。ご自分の音を言ったっけ？そんな感じで、その曲はね、普通だったら名古屋行きというのをやる予定だったんですけど、今日はちょっと琵琶湖秋光の歌というのはね、お得の歌ですね。じゃあそれを。
Thank you.
Yeah.
まあ、よりは一曲でやめといた方が、あのボロが出なくて、ね、それまたギターでやります。この間の福島の相馬市っていうえらい遠いところですね。258キロぐらいありますかね。そこは本当なんかすごい病院でやってるところなんで、なんかねすごい人だったんじゃないですか。すごい人。ただあれです。デイサービス結構いろんなとこ回ってますけど、パパスさんほど品のいい。ね、お世辞抜きで、なんかここだけはなんか空気がなんか違うので、私らのようなものがなんかここで来ていいのかっていうのが逆にね、なんかタキシード着てこないとダメ。いいね。タキシードだよね。大丈夫だよ。いや、オートディションですからいいんですよ。オートディションですから。じゃあ千葉さんの名曲で、星掛けじゃなくて、ね、星掛けは一曲目にやったね。東京坂本。ああ。
ましょうというコーナーで、もう日本史上の名曲、まあ、誰もが知ってる名曲って言ったらやっぱりあのふるさとですかね。うさぎおいしいカレー、やっぱりこういう歌は時代を超えていい歌ですね。100年経ってもなんか消えない歌というかね、多分エグザイルの歌はね30年経ったら残ってるか50年ぐらいか、なんとおっしゃるうさぎさんふるさと、あの一緒にね、あの手を出してお願いします。
ていうのが好きじゃなくて、カラオケで歌うなら下手なギターでも楽器でこう歌うっていう、そういうものがなんかいいなっていつも思うからやっぱりあの生演奏といいますかね、多分ね、この中にもギターとかね、やられてる方いらっしゃるかと思うんですけど、まあ便利ですよね、ギター一本でこうやって歌えるんで、本当に身近なんで、ね、いや、私はね、あの流し、流しでね、3曲いくらでね、そうでね、いい時代でしたよね、本当にいい時代でしたよね汁もね、食べていけない時代ですよね。そうだね、流し方技量がある人もそうなりません。逆にないから、逆に何でもやっちゃうもんね。何でもギター1本で譜面が出ていかないと何でも大丈夫ですよね。お客様から言われてそのまますぐギターを弾いて歌えるなんて、そんな技量のある人もそうすいませんからね。ついていけないわね、今はね。次の歌なんですけど、あの京都伏見地方に昔から伝わる曲だ、竹田の子守唄、はい、はい、多分知ってる、ね、方がいらっしゃったと思うんですけど、子守唄って言うんですけど、あの決してあの赤ちゃんをねあやす子守唄ではなくて、そのまだね8歳10歳12歳ぐらいこう年のいかないね女の子をこうその家族っていうかね、あの差別部落というかね、この生まれた子供が口減らしに奉公に出されるわけです。で奉公先でその仕事をさせられるんですよね。それが子守の仕事なんですよ。で遊びたい盛りにそういう子守の仕事をねしなくてはいけなかったという、まあ、森子さん、あの子守歌なんですけども、あの森子さんたちの悲哀のこもった歌です。武田の子守歌、「
先日ね、相馬市だった時に民謡の新相馬節という曲を覚えてきたんで、知ってる方いますかね。いい歌なんだこれね。で、一応なんか三味線が三味線の代わりにね、ちっちゃいギターで弾きますので、「そっと歌いに行こう」
何がいいですか？牛鍵の話術、北国の春。何がいいですか？みんな熱中だった。みんな熱中だった。川の流れなんて大好きだ今。もう右から離れない。何がいいか。リクエスト。かけをしたいね。かけをしたいね。かけをしたいね。かけをしたいって歌いましたよ。声を出して歌ってもらって 1曲目に歌ったの星かけの話です。歌唱指導って言いました。最初に冷たい心じゃないんだよっていうとこありますよね。冷たい心じゃないで、最初に冷たい心じゃないんだよのところはささやくように小さく次はオクターブ上がって声が冷たい心じゃなくて、このメリハリをオーバーにやると上手に聞こえます。恥ずかしがらないで、一番私が恥ずかしいんですから。じゃあ皆さんね、ご一緒にいきましょう。はい。